はい、どうも、秘密結社のめそうすけハッチでございます。今回は高山気象中京級です。2歳1勝クラス芝 1600m のレースを予想していきたいと思います。まあね、もう来週再来週には2歳のこの距離の G1 が行われるということで、まあ、2勝を挙げてるような馬たちっていうのは大体そっちに向かうのかなみたいなところがあるんですけれども、まあその中でね、そこを早々に諦めたというか、まあ一応このレースの様子見てから特別登録になるのかな、まあ、なんか一周で出てくるかもしれないね、勝ち馬はというところではあるんですがね、そういった予想をしていきたいと思います。まあ、今回はね、こんな感じで予想してみました。結構ね、オープン特別とかでね、好走してる馬、重賞で好走してる馬もそこそこいるんでね、まあ、その中での序列付けっていうのは難しいんですけど、まあ、そういう時こそ、まあ、スピード指数とかね、タイム指数とかそういうところにもある程度頼りつつということで、こういう予想になったわけですよ。まずはですね、軸が2番のシティレインボー。まあ、ここならね、そういう意味ではナンバーワンなのかなと。一応、持ち時計は1番手になるのかなということで、軸でいきたいと思います。まあ、そして3番、ジャンカズマ。まあ、この馬もね、オープンで結構好走が続いてるんですが、結構人気低いんですね。ただ、牝形見ると、ソニックの牝形、母、モンローブロンドってことは、確かあの馬、ファンタジーステークス2着、お母さんがね、まあ、そういったあたり、まあ、名牝形、ロジーユニバースとかね、あの辺も出してる牝形ですから、まあ、結構期待できるのかなということでね、狙ってみたいと思います。まあ、そして5番のストゥーティ、まあ、前走重賞4着、ソダシの4着、ソダシもね、そんなに弱い重賞勝ち馬じゃないはずです。重賞連勝してるわけですからね。まあ、そんなわけで、そこと2馬身程度の差、まあ、鞍上強化でさらにね、ここでは十分通用してくるだろうということで、紐には拾いたいと思います。そして7番、アンブレラデート、母、ダイワスカーレット、ついにね、ダイワスカーレット3区から満足のいく動きが、新馬勝ちかというところでね、まあ、なんとかここで、さらなる良化を見せてほしい気はします。そして8番、ダディーズビビッド。オープン2着の実績もありますし、まあ、前走の敗因を馬場に求めてしまえば、まあ、ここでも巻き返しというものは、当然ね、天気悪くないですから、期待ができると思います。まあ、そんなわけでですね、こんな形で、まあ、2歳のね、1勝クラスなんかも予想していきます。ちょっとね、今週はダビスタやりすぎてオープン特別の予想がないという回になってますけれども、またね、多分来週以降ぐらいはやっていきますので、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。